皆様こんにちは。いつも、ご覧いただきましてありがとうございます。今日は、ひらがなはどのようにして生まれたかという講座で、あいうえおの4番目 A をやってまいります。えという字は一見どのように形を整えたらいいんだろうかということが多いかと思うんですけれども、元の漢字を知っていただくことによって形の取り方も非常に楽になってまいります。それで、ひらがなの絵は衣装の衣、えもんの絵ですね。そこからひらがなの絵ができておりますので、今日はそこをやってまいります。まず衣という衣とか絵、衣、衣、着る、祭りとかいろんな意味がございます、読みがございますが、まず絵という形ですね。それはまず元の字体が点をして、そしてこういうふうに入ってまいります。これはここが頭、首ですね。そして肩になります。そこへ着物を合わせた、前を合わせた形ですね。こういう形、これが衣装の衣の元の形となります。そして、これがだいたい紀元前2000年3000年くらいのことだろうかと思うんですけれども、ご存知の通りこういう世界はきっちりと何年前ということは言えませんので、大体ということで参りますね。そうして、そこからまあ2000年余りが経ちまして、西暦150年くらいの隷書体というものがあります。楷書ができる前のものですけれども、その字が、ここの篆書体のこの形がですね、少しこの線が一本で横になりますね。そうしてここがこういうふうになっていくわけですね。それが隷書体です。そして隷書体というのはこういうふうに横長になってまいりますね。これはこの時代の西暦150年くらいのものは、だいたいどんな筆法であろうともだいたい横長に字形そのものがなっております。そこから50年100年ぐらい経ちまして、西暦200年から300年代、ちょうど王羲之が出てる頃ですけれども、その頃にこの隷書体から楷行草と分かれてまいりました。そして、大体まあ200年から300年くらいに楷書ができておりますけれども、楷書として有名なものは九星宮霊仙の銘とか孔子廟堂碑とか言われるものですけれども、それは完成形として西暦600年代のものでございますね。ですから、楷書が西暦600年代にできたのではなく、だいたい200年から300年くらいにもう楷行草と隷書から楷書、行書、草書と分かれておりますので、楷行草というのが西暦200年から300年にはできたということを、知っていただければと思いますね。これをちょっと表にしてみますと、まずここで隷書体が非常に横長さんのものですね。こういうふうにだいたい150年ぐらいで、200年から300年ぐらいにかけまして、この隷書体から楷行草ができておりますね。楷書は、このようにこう書きますね。そして行書がここからこう行きまして、ここへこういう
風になって行書になります。そしてもっと早く書く必要があるというので、ここのところがもっとこれはこういう風になっていくわけですし、またこういう崩し方もございますね。ですから大体が200年前後、150年から200年、300年までにほとんどの書体が出来上がってるっていうことを頭の中に入れておいていただければいいかと思います。そして、今度はですね、この次の楷書の書き方は今もう書きましたけれども、まあ、もう一度楷書の書き方をやってまいります。まず点をここのところをこういうふうに形を作り上げると思っていただければいいでしょうか。これを一般的には点って言いますと、ここにトントンとこうやってただ型をつけるだけということが多いかと思うんですけれども、そうではなくって点の形を作り上げる、穂先を必ず意識をして使いますね。こう書きまして、これだけでは少し細い形があまり嬉しくないので、位置でこう入れましたら少し形を作ってやるわけですね。そうするといろんな点っていうものができてきます。こう入れて少しお尻を上げてこういきますと、次の、ここから次へ進むことができるわけですね。ですから点は単なる筆を押さえつけて形をただ跡形を残すのではなく、点を作り上げる、点という形を作り上げるということを知っていただければありがたいと思います。そうしまして、今の楷書をここのまずこの点をこの形作り上げました。それに合わせましてこう横線入りますね。そして左払いを行ってここをこう、こう入りますね。ここは一波三折と言われる方法で書いていきます。でこの時にもう少し同じ楷書でももう少し雰囲気の違うものっていう時は、この点を少し丸く作り上げます。そしてここの穂先も少し丸くして、そして次のここもこういうふうに丸くしてやりますと雰囲気が全然違ったものになりますね。これが形を作る、形を作り上げるということですね。それで大体はでもこちらの九星球をベースにした方が綺麗に仕上がりやすいので、こちらを中心にやっていきますけれども、そうしましてここまでで何か疑問点ありますか？あればどうぞよろしいでしょうかね。はい、そしたら今度は行書に移りますが、この楷書は、一文字を人間の形、人体ですね、として考えます。書は人なりという言葉が劉光謙という人の言葉の中にありますけれども、それを日本人はどういうわけか書は人なりの人っていうのを精神だと受け取ってしまいまして、そして、行儀よくしなきゃいけないとかですね、儒教的な考え方を受け取ってしまったんですけれども、私はそうではなくって、こういう形をした人体、心気骨肉血の五者があるということで、こういう形をした人体であるというふうに考えないと、いろんなものがついつまが合わなくなるように思うんですね。確かに人間性というものはありますけれども、字一つに対して人間性がどうとかですね、よくありますのは字は下手だったら人間が悪いからとかっていうね、そういうどうか変な考え方も、最近は少ないのかもしれませんけれども、私がまだ小さい頃はよくそういうことを言われたように思うんですが、そういうものではありません。
ただ筆を使う上では精神の集中力がいりますから、書きながらしょうもない話をこんな風にしてたらそれはいい字は書けないのでそういう意味はありますけれども、一つの文字自体がこういう、いいならいい、衣なら衣っていう形をした生きて動く人体であると、そういうのが真の諸芸術の世界ですので、そうしますと今の衣っていう字はですね、少しひらがなはどのようにして生まれたかということから少し横道にそれますけれども、非常に大事なところなのでお話をしてまいりますが、例えば今この形はですね、この衣という字を書きましたけれども、もう少し姿形の違う字にしたいと思いますときは、もう少し細長さんがいいなって思いますときには、点を入れまして、少し全体を細長に作り上げればいいわけですね。こういうふうにしますと、同じように書きましたけれども雰囲気が全然違いますですね。この雰囲気とそれからこちらの雰囲気が違いますですね。でもどちらもいいわけです。これは人間がいろんな方がいらっしゃるのと同じことですから、背の高い方もいらっしゃれば、小さい方もいらっしゃる、少しなんて言うんでしょうか、ふっくらした方もあれば痩せて非常に、なんて言うんでしょうかね、細い方もいらっしゃる。でもそれぞれの人間なんですね、人なんですね。ですからどちらも認めてやろうということです。それで先生の手本の通りに昔の臨床する場合も、その臨床の場合はある程度形は取らなきゃいけませんから、そこのところは少し捉え方が違いますけれども、要するに筆法を学ぶということで、その字そのものを認めてやるということが大事なように思います。それではうまくいかないっていう場合はどのようにっていうことになりますが、例えば「い」という字でいきますと、ここがこういうふうに、まあ横線がすごい伸びてしまった、そしてこうなってしまいましたよってね、同じように書いたんだけど少し横長さんになってしまいました。そうするとあまり姿形はよくありませんので、少しなんて言うんでしょうかね、縦に伸ばしてやる。例えばここのところをですね、少しこういうふうにここまで伸ばしてやったらいいだけのことなんですね。ですから全く同じものを書こうと思わない、ましてや、印刷のようなものとそっくりのものを書こうと思わない、先生と全く同じ形を書こうと思わない。では何を基準にするかって言いますと、例えばこの「い」で言いますと中心がずれてしまう。これは今まで、あまり形のことはお話をしてこなかったんですけれども、一般的に形ほど大切なものはないという考え方が横行しておりますので、今回あえて形のお話をするんですけれども、例えばですね、この字がこの字ですね、この字が非常に横長さんでかっこ悪い。ではどうするかっていうと、よくありますのは、では最初から書き直しましょう。そんなことしたっていつまでたってもできませんね。100枚書いてもできない。ではどうするか。ここの一つ目、二つ目まではこれでいいわけですね。これを生かしたいわけです。これも全部これダメですよって言って新たに書くんではなくって、一つ目、二つ目をこれを尊重したいわけですね。こういうふうにここまで来ました。そしたら次のこの線をこう伸ばしてやれば背高くなるわけですね。ですから書いた字を否定しない。でそこをどこをどのように直せばうまくより美しい形になろうなるんだろうかっていうことを考えながら書いてやる。そうしてこのままですと最初に書いたものと今直したものとがぐちゃぐちゃですから、それで
今度は新しい神に、新しいところに点を入れまして、そして横線を入れて、そしてどのくらいの感じなら縦長になるだろうかって必ず考えますね。考えてこのくらいかなって、それに合わせて中心がずれないように考えて書いていきます。こういうふうにね。そうすると、少し縦長のものができてきますね。そうやって形っていうのは個々に違うものだ。しかし人間がみんな顔形は違うけれども、体の中心線が一本通ってます、みんなね。それがずれてたらもうとても普通の生活はできないはずですから、書も、字もそれと同じことだっていうふうに捉えていただければありがたいかなと思います。それで少し今回は形のことで横道にそれておりますが、今度はこれをひらがなの方へ持っていかになりますね。そうしましたら、今楷書体を書きましたので、次は行書体、人間が歩く姿ですね。ここから点から次のところへトンと行きます。こう行ってトン、こう行って次のところへトンと入りますね。こっからトンと入ってこう行くわけですね。そうしますと、例えばここが一番分かりやすいですが、楷書できちっとの場合は1、2、3となりますね。これでは時間かかりすぎるので、少し早く歩きましょうよ、とととととこれを右へ行かないで、右へ行かないでこっち側へこう次へつながるように行ってやるわけですね。それが行書ということです。そして、今度は草書になりますと、もっと早く行かなきゃいけないので、この上をですね、この行書の上をこう入りまして、ここの点行ってこことつなぐわけですね。要するにどうすれば近道ができるだろうかとやるわけです。こう行ってこうとっとっとやる。それがだんだんに、今度はこれがこうこう入って、ここがもうこれだけになるということですね。そうやって行書草書の変化が起きてまいりますから、あくまで形としたらきちっとした人間が立つ姿、それが楷書体、行書体は少し歩き出す姿、そして草書体は走り出すというより走る姿ですね。そのようにして、文字というものは、変化を遂げながら今に至っております。そして、肝心なひらがなとなりますと、今の草書体というよりは草書体から仮名ができたと言われておりますけれども、ものによりましたら行書体からということもあります。それで行書と、この絵という字は行書から発展しておりますので、行書点をして横行って、これをこういうふうに、これが行書体ですね。それをこう点を入れてこう入れて、ここにこう行くわけですね。そうしますと、これが平安町の仮名ですね、流れるような仮名ですね。そうして明治に制定されましたひらがなになりますと、これをここの部分を点を入れまして、そしてここのところをこうして真ん中まで戻って、このように行くわけですね。こうやって平安町の草書体から平安町の仮名、それからまずそうですね、約1000年近くが経って、今この普段使っております字が出来上がっているように思います。非常に細かく、これは何年ですよとかそんなことは、まあ、横に置いていただきまして、大体の漢字ということになりますね。ということで、絵という字はこれでおしまいですが、ご質問ありましたらどうぞ。大丈夫でしょうか。それで、こちらはこの
天書体、霊書体、海書体、そして行書、草書、平安朝のかな、ひらがなとなりますね。そしてここのところが行書もしくは草書ですけれども、筆で書いたのが薄い線のものです。で、硬筆っていうのは薄い線の筆で書いたものの真ん中を通る線が硬筆ということになりますから、この筆で書いた淡墨で書きましたものの上を少し真ん中の線が通りますように、このようにして一番頭にこれを持ってきておりますので、また参考にしてみてください。はい、ということで絵の講座はこれでおしまいとさせていただきます。ありがとうございました。